い、どうも皆さんこんにちは、トリッピーです。今日はですねマリオカートやっていくんですけど、やっぱりねゲーム実況者やってるんで、回をねノロノロ走ってる映像を大切なリスナーさんに見せるのは失礼なんじゃないかと思ったわけなんですよ。だから今回は縛りを持ってきました。順位が下がるごとに画質がどんどん悪くなっていくマリオカートですね。まあ1位を走ってる時はねいつも通りの普段の映像でお届けするんですけど、そっから順位が下がるごとに、まあ、段階を分けて画質が荒くなっていきます。で12位は映す歌詞がないんでもう暗転ですね、それは。まあでもそういうことにならないんで安心してください。ということで早速やっていきましょう。結構ねレートがやべえやつらがいる部屋に紛れ込めたんで、ここでやっていきたいと思います。やっぱね早いやつらがいる部屋で一番取らないと意味ないんですよね。リスナーさんも納得できないと思うんですよね。でまあ最初はね中盤ぐらいのスタートなんで、まあ画質が悪くなってるっていうかモザイクみたいになってると思うんですけど、こっからすぐにいつも通りの映像をお届けしますんで、皆さん期待していてくださいね。やっぱね俺はねリスナーさんにね綺麗な映像を届けたいわけなんですよ。だから俺は行く。大丈夫大丈夫、こっから。あ、オッケー。あ、もういいんじゃない、もうかなり良くなったんじゃない、これ。これもう3位、おっと危ない。3位は結構いいんだけど、3位までとりあえず3位をキープして、いやそんなこと言ってる場合じゃない、1位を取らないといけない。俺は1位を取らないといけない。来た、いやまだか、よし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 、来た。はい、待っていや俺意識高いゲーム実況者なんだよ。俺のことを応援してくれるリスナーが見てる。これは、待っておい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 、ふざけんな。ちょっと本気だから、ちょっと本気モード、笑いなし本気モード。最近の俺の動画がよくわかんない縛りでいっぱいになってるから、ちょっとちゃんとずっと1位を走って普通のゲーム実況したいんだ俺は。マジで普通のゲーム実況したい。ちょっと前離れすぎじゃね、やっぱこの辺早いんだよ、ふざけんなよ。いやでも大丈夫。あーテレサキノコ取られた。これはまずい。中途半端が一番嫌だこの中途半端さはまずい中途半端さはやばい。あった、アイテム2個取って、はいはいはい、ずっと6位、ずっとこの順位はまずいぞ。とりあえずスター使って、ここショトかできるだけ前出たい。もう前全員悪い位置だな、上位勢が全員悪い位置だわ。あぶねえ、とりあえず5位行きたいね。いった、スナイプ。あいつマジふざけてる、ちょっと勘弁して。いやーなんでこうなんだろうやばい、12になる。待ってマジ12だけは絶対に、ね、やばい、嘘でしょ。待ってみんなすぐ戻るから、待ってねすぐ戻るやべえ、今俺映す歌詞なしになったね。映す歌詞がなし、言葉も喋れなくなっちゃってる、わ。やべ、11位、まずい。はぁ、俺1回1位取ったじゃん。ちょっと待って、あーやばい、10位はまずいなやーべーなー。ということで、ちょっとまあ1戦目はねやっぱドラマを作りたかったんですよね、ゲーム実況者として。なんていうんですかね。まあ、いきなりずっと、1位を取り続けていつもの映像っていうのも、なんかやっぱこの企画的に寂しいじゃないですか。だからこそ僕は、まあ、最初にこういう、まあ、今こんな感じでね、まあ、皆さんにね、ちょっと、お見苦しい動画をね、お届けしてると思うんですよ。多分編集でわざわざ、お見苦しくしてると思うんですけれども、まあ、ここから、ずっとこの、もう、モザイクでぐちゃぐちゃな映像に慣れておいて、もし俺が、1位を取った時に、視界が開けたら、多分ね、すげえ感動があると思うんですよ。俺はね、そういうのに気づいてほしい、リスナーに。何でもない、その、普段から当たり前のように見てる、何でもない日常が、本当は幸せだったんだなって、そういうことに気づいてもらいたい実況なんですよ。ということで、早速、まあ、10位スタートかな、多分。さっきの順位のままで、誰も部屋から抜けなかったから、あ、10位スタートだね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 人、まあ、いるんで、10位スタートの画質から、頑張って、絶対に上げたいと思います。ちょっと、マジでみんな信じてね、俺は行く、この高齢と部屋で俺は勝つ。8位スタート、 OK、 7位、6位、 OK、 いいよガス戻ってきたんじゃない。 OKOK、 3位、2位、 OK、 お前ら見とけ、悪い字軍団に、俺悪い字軍団から絶対離されないようにするから、マジ信じててくれ、俺のこと信じててくれ。俺絶対行く、リスナーと俺の絆だから。
俺のことを応援してくれてるリスナーとの絆、毎日俺の動画に高評価を押してくれるリスナーが見てるんだよ。そんな恥ずかしいところ見せれねえだろ。これ相手見事取るわ俺。オッケー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 、悪くない悪くない。まだ未だに1位取れてないから、いつもの画質の動画届けるでね。赤コーラ怖えな、赤コーラ怖い。ちょっとこれ、あー待って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 、ごめんごめん俺は映す価値のないゴミでございます。あべスター怖い、スター怖い、スター怖い。俺は今映す価値のないゴミでございます。ちょっと待って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 、まずい。2回連続同じ落ち合いやよ。3だ、マジで神じゃん。え、神さん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 、しかもアイテム2個取れた、しかも青コーラ飛んでる。これ悪くないぞ。赤コーラ積極的に投げていこう。でスターなんだか、3位でスターなんだか。え、何これ俺の。え、待って、神が言ってるで、1位青コーラ食らった。神が言ってる、これ勝ちなさいって。こんなところで、こんなところで低画質でくすぶってる玉じゃないってそれ言ってるわ。とりあえずこれとこっち取ってアイテム2個、なんだキノコ4つ、悪くない悪くない、絶対後ろに当たる。あー後ろ緑、あーいやでも大丈夫、すぐにリカバリして、すぐリカバリ。いやー後ろ緑3つ持ってたからね、これはもうちょっとちゃんとすればよかった。あースター怖いよー、アイテム取れなかった、スターに逃げたせいで。でも大丈夫、まだいけるまだいけるまだいける、キノコ取れなかった、大丈夫大丈夫、前ちょっと離れてるからこれアイテムいいの出るよ。何キノコ2つか、いやまあまあ大丈夫、4位はまあ悪くない。赤コーラ俺違う、オッケー、いや頑張って、1位取りたい1位取りたい。いやーいやでもこのレート帯でこの順位を取れてるのもうわー結構いいと思うんだけどな。すごい、いやでもそんな甘いはダメ、そんな甘いダメ、なんか来いなんか来い、やめてよ赤コーラ。うわわ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 、サンタ、え神さん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 だ、やべ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 、いけいけいけ、よい、うわーいやめっちゃ惜しかった、めっちゃ惜しかった、これさっきよりも、いや上3人やべえんだけど、ワルイージのレート帯が5万8000、7万3000、4万って格上すぎるだろう。いやここで頑張って、俺ここで俺頑張って、上位来てえな。ベビーパーク行くわ、このベビーパーク何が上がるか分かんないところでちょっとあの上位とのかく乱作戦をする。いやなんだかんだで俺フレンド戦、ゲーム実況者フレンド戦には結構呼ばれてて、まあそこではね日本代表とか世界一とかもうそこら辺のね、まあこういうで野良で当たるようなレベルとはね全然違うレベルで戦ってるわけなんですよ。俺その部屋でも1位取ったことあるわけなんですよ。それがここの野良で俺1位取れなくてどうするんだと。大丈夫、俺はちゃんとここで高ガス動画を届けて終わる。だからみんな信じて待っててくれ、本当にフラグでしかねえ、安定もしたくねえよ。よし来た来た来た、ミラーだ、ミラーのベビーバークですね。オッケーやっていきましょう。でもまあ悪くない悪くない、みんな多分ギリギリこの数字とか見えるぐらいの画質なんじゃないかな今。うん、今なんかリスナーさんが冷静になってしまったらまずい。うわうわうわ、悪い字3兄弟がいるわ、この驚かしたらこっち向いてるわ。俺はすごいクリアに見えてんだけど、君たちがどう見えてるかは俺は知らない俺の縛りはよく、ゲーム実況者の普通の縛りってさ、だいたいさあのゲーム実況者がさ縛りプレイをしてるじゃん。あーやばーい11位まずい、あー12位だった、あーまずい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 、11位10位はまずい、待って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 、こっからこっからこれも最後にするから、これ最後これ最後、上位行こう上位行こう、おーいいよいいよ、悪くない悪くない悪くない、あ悪くない悪くない悪くない、すごいすごい、すぐ来れたすぐ来れました。やべえヒノコ怖い、2位悪くなくない、ほらやっぱ俺の縛りって普通はゲーム実況者がね自分で縛るんだけど、俺の縛りはリスナーを縛るんだよ。俺の企画大体リスナー縛るからリスナーの画面縛りだから、これはあらほら2個 OKOK1 位取れるぞ、来た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 、いけるんちゃう、あぶよし来たー、あーあでもナイス、青コーラいってる青コーラいってる、はい神はい神、ほらおめえら見たがこういうことだよこういうことだよ、待て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 、死ねー、あー前に飛んでった、なんで、いやでもな、いや俺キノコ持ってるキノコ持ってる、うわー緑コーラ怖え緑コーラ怖え、待て最後じゃん、一周最後の一周、うわ勝てる、くっそ、うわー惜しい惜しすぎへんこれ、え、でもマジ大健闘じゃないこれ、俺結構視界開けてるよ、ほら結構視界開けてるよこれ。
いや、真っ黒だけど、イカスミで。はい、ということでね、多分ね、暗転して真っ暗になってね、そのまま動画を終わるみたいなね、オチをね、多分皆さんね、期待していたし、そうなるんじゃないかなって思っていたと思うんですよ。まあ、僕もね、実際ね、あ、それぐらいなってもいいかなと思って、わざわざ高齢と部屋入ったんですけど、思ったよりも俺上手くなってましたね。いや、まあ、今回は、なかなかいい、1位ではないけど、まあ、なかなかいい画質で動画終われたんじゃないかなって思います。はい、ということで、ここまで動画見てくれてありがとうございました。まあ、また好評だったら、次回、第2弾もやっていきたいと思います。じゃあな、また明日のドリピでお会いしましょう。